して東京ドームのジャイアンツファンの皆さん、今日のヒーロー投打のヒーローにお越しいただきます。まずはメルセデス投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。7回1失点です。ご自身の内容を振り返っていかがでしょうか。Gracias al Señor pude hacer buen trabajo. Me mantuve enfocado en hacer buena localización, en ser agresivo siempre en todos los picheos y pude salir de algunos problemas también. Y gracias al Señor pudimos terminar bien. おかげさまでいいピッチングができたと思います。しっかり攻めのピッチングをするということと、しっかりコースに投げ分けるということを、ここを意識して、何回かちょっと大変なイニングもあったんですけど、そういうのも含めてしっかり投げ切ることができたと思います。中でもピンチを迎えた最後の7回、最後まで攻め続けましたね。あのイニングというのはいかがでした。Sí, sí, me mantuve agresivo siempre para poder salir de esa situación, ya que, le digo, fue un juego apretado, ¿sabes? No podía permitir que bajara una carrera y gracias a Dios pude salir de esa situación tan difícil. Pero a los caídos, しっかりもう最後まで攻めるんだという気持ちで、接戦で1点も許すことのできない試合が流れが続いてたので、あそこはもう絶対に抑えるんだという気持ちで投げ切りました。カープの森下投手、ともにオリンピックを経験した両先発でしたが、何かこうオリンピアにふさわしい両投手の投げ合いでしたが、そこについていかがでしょうか。No, no sabe, Morichito un buen pitcher, sabe. También pichó bien, lamentablemente perdió y bueno para nosotros que ganamos nosotros, pero los dos dimos lo mejor de nosotros y pudimos tener la victoria. 森下選手も非常にいいピッチャーで、結果的に、ジャイアンツが勝ったので、森下選手にはちょっと残念な結果となりましたけれども、でもお互い力を精一杯出し切って、いい試合をすることができて、ジャイアンツが最後に勝つことができて、よかったと思います。見事に力を出し切ってご自身5連勝ということになりました。このあたりの手応えいかがでしょうか。No, estoy muy contento por ganar esos juegos seguidos y prepararme para volver a dar el 100% y próximo juego con el favor de Dios obtener otra victoria más para el equipo. こうやって勝つことができるっていうのは本当に嬉しいですし、次の試合もしっかり勝てるように 100% の力を出せるように準備して臨みたいと思います。次も素晴らしいピッチング期待しています。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。わっちょい。ありがとうございました。最後はわっちょいという一言もいただきました。メルセデス投手でした。